日本とブルネーの関係は1984年に国交樹立を締結した日本国とブルネーダルサラーム国との関係である。日本とブルネーの関係はエネルギーの貿易を主体としブルネーが英国領だった頃から始まった。第二次世界大戦、第二次世界大戦が始まりブルネーを支配していたイギリスを日本軍が排除した結果、 1942年から1945年の終戦まで日本が戦地統治していた。詳細はブルネーの歴史日本の統治終戦後在ブルネー。日本国大使館日本はブルネーから1969年に石油の輸入を1972年に天然ガスの輸入を開始した。1983年5月、日本の総理大臣として初めて 中曽根康弘がブルネイを訪問し、日、ブルネイ友好議員連盟が結成され、翌6月、ブルネイに日本政府による事務所が開設された。1984年1月にイギリスより内政を回復し、独立したブルネイは、その年の4月、日本と国交を結び、ハサナルボル、キア国王が国賓として日本に招待された。同年6月に、 バンダルスリブ川に日本国大使館が設置され、9月に東京にて日、ブルネー友好協会が結成され、1998年にはブルネーにブルネー非友好協会が設立された。1989年の昭和天皇の崩御の際には、ハサナルボルキア国王は大操の礼に参列し、1990年の上皇、秋人の天皇即位の礼の際にも、 三列した。1996年交代子夫妻が初めてブルネーを訪れた。2011年の東日本大震災の際には、日本はブルネー政府から100万米ドルの寄付や、民間から多数の支援を受けた。2010年12月、ブルネー内務省は、市村はじめ品運動に関する専門家の派遣を日本に要請し、大分県県職員による現地での指導や、 抗議などを受けた。軍事においてブルネーは従来よりアセアン諸国との連携を重視し2008年から各国の防衛省階級総統の閣僚会合であるアセアン国防省会議に参加してきた。一方で日本は2010年ベトナムでの第1回アドムムプラスに2014年ブルネーでの第2回アドムムプラスに参加しアセアン諸国を通じて ブルネイとの軍事協力の関係を結んだ。日本の皇室とブルネイの王室の関係は、国交樹立から30周年の節目にあたる2014年現在まで、良好な関係を築いてきた。1984年のブルネイ独立後、ボルキア国王は、国賓として日本を訪れ、昭和天皇との晩餐会に出席した。国王は、前述の体操の例や、 即位の例での参加だけではなく、2003年の日、アセアン特別首脳会議、2007年の日、ブルネイ経済連携協定署名式典、2010年の横浜エーペック首脳会議、2013年の首脳会談や日、アセアン特別首脳会議の際に、秋人天皇と会談や茶会などを行うなどして、関係を深めている。なおかつ、 多くのブルネー王室の王族たちも何度も日本に訪れている。経済の分野において日本とブルネーはエネルギーをもとに関係を構築してきた。日本は1972年にブルネーからの天然ガスの輸入を開始して以来2013年現在年間約500万トンもの天然ガスを輸入している。これは日本の 全天然ガス消費量の約6%にあたり、ブルネイの輸出する天然ガスの約85%をあたる。一方で、日本からブルネイへの主要輸出品目は車両や車両部品となっている。また、資源以外の経済関係の強化のため、2007年6月、日、ブルネイ経済連携協定を署名し、2008年7月に発行した。 2009年12月には、両国間の経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際的二重課税の回避を目的とした日、ブルネー租税協定を発行した。日本からブルネーへの ODA は技術協力を中心に実施されていたが、1996年1月にブルネーが ODA 卒業国となったため、1998年度の ODA を最後に終了した。この技術協力には39.28億円が投入され、内訳は研修医の受入れ1134人、調査団、派遣114件、プロジェクト技協2件、開発調査5件などとなっている。2001年からブルネイ大学にて日本語講座が開設され、2014年には第28回日本語弁論大会が開催された。 2008年より日本語能力試験がバンダルスリブガワンで年に1回のペースで行われており、2013年度の受験者総数は56人だった。ありがとうございます。